コロナが始まった当初っていうのは経済としてはもうもっともっと回さないとっていう状況だったんですこのの給ギャップいいうのは今ほぼほぼぼなななくなっているわけなんですねその状況で今度はあまりにどでかい経済対策をしちゃうとインフレが過度になっていって結局物価が上がって普通に生活してる人たちの生活が大変になる。バラマキじゃなくて重点配分 そしてだ予算の規模も規模模もありきじゃダメと今の状況でいうとまあ10兆を下回ってもいいんじゃないかということを僕らは規模として訴えて今回7.6兆円というですねそういう規模の経済対策案を作りました。